これが我が社が開発したスパックです。緑内障を早期発見できます。緑内障を予防する検査機器、ここには高度な画像処理技術が使われています。イエスものづくり、今回は高木製工を紹介します。これはシース顕微鏡オペレーティングマイクロスコープと呼ばれておりまして、この顕微鏡がこのようにアームに装着されまして、眼科の手術に使われる、そういった顕微鏡であります。中野市の高木製工は眼科医療機器に特化した企業です。主力製品は診察用顕微鏡と手術用顕微鏡、国内のみならず世界50カ国以上に輸出され、特に診察用顕微鏡ではアメリカ市場のシェアの 30% を占めるなど高い評価を受けています。眼科の医療機械に特筆してもう40年経つんですけども、やはり設計から販売まで一貫してできるようになったというところが一番強みといいますか、強みだと思っております。特徴は県内生産にこだわること。本社、製造、開発拠点が全て中野市で、組み立ての9割を自社で行い、また工具もほぼ 100% 自社で作成します。私ども信州人としてのそのものづくりにこだわったということをずっと続けてきておりまして、メイドインジャパンというよりも、私どもはずっとメイドイン中野ということでですね、この地で作っていこうと。メイドイン中野、高木ブランドの眼科医療機器が世界と戦います。